東前、豊か8月6日から1974年5月6日は、日本の政治家、元岐阜市長、戦後の地方実地法による公選で選ばれた最初の岐阜市長である。鹿児島県大島郡地名村出身。1918年、広島高等師範学校地理科を卒業し、岐阜県師範学校教諭、訓導となった。さらに、 京都帝国大学経済学部専科で学んだ後、高知県市販学校教諭、熊本県立人吉高等女学校教諭を歴任した。1930年に岐阜市学、学務平治課長に就任した。1932年から1946年1月まで岐阜市条約を務めた後、辞職。同年4月、第22回衆議院議員総選挙に、 岐阜選挙区より日本自由党から立候補するが落選した。長年岐阜市の助役を務めていた実績から松尾、国松から後継者に指名され、1947年戦後最初の公選で岐阜市長に立候補し当選。以後2期8年市長を務めた。また、同年6月から11月には初代全国市長会会長となっている。 岐阜市長としての実績は、岐阜空襲などの戦災で、大きな被害を受けた市の復興に尽くしたほか、申請に不薬科大学、岐阜短期大学の開校、岐阜家臨場の開設などがある。また、市町村合併として、在任中に、岩野田村、黒野村、片方村、赤根部村、うず村、市橋村、七号村、西郷村、岩村との合併を行い、 鏡島村、厚見村との合併を決定している。1971年に岐阜市名誉市民となった。ありがとうございます。